高滝村は、かつて、千葉県市原郡に存在した町である。現在の市原市南部に位置していた。1889年の町村政志向に伴い、編成され、昭和の大合併により廃止された、市原郡の南部に位置する村であった。1916年時点では、北は、明治村、東は、鶴舞町、南は、富山村、里見村、西は、 君津群幕田村と接していた。1916年に編纂された、千葉県市原郡史によれば、高滝、養老、本郷、大和田、久保、外部殿、駒込、山口、不入の9区からなっていた。これらの9つの大技の名称は、現在の市原市の大技として存続している。市原郡域の町村制施工事の町村1、八幡町2、五井村。 のちごい町、3、ちくさ村、4、つるまき村、のちあねさき町、5、東海村、6、海上村、7、きくま村、8、しつつ村、9、しひがし村、10、いちはら村、11、しにし村、12、養老村、13、とだ村,村、14、めいじ村、のちうしく町、15、うちだ村、16、つるまい村、のちつるまい町、 17、高滝村18、富山村19、平見村20、里見村21、白鳥村現在の行政区画紫、市原市近世には、和佐国市原郡に属し、高滝号という地名で呼ばれた地域の一部である。高滝は、養老川上流域を指す、広域地名で、鎌倉時代の社籍州に見られるのが初見であるという。近世末期には、 宮原村、鴨村、小佐抜村、北崎村、本郷村、大和田村、久保村、外部、田村、駒込村、山口村、不入村の各村であった。高滝神社は、白鳳年間にはすでに所在していたという古い神社で、鴨社を祀っていたために村名を、鴨村と改めたと伝える。宮原村の宮原五郎左衛門家は、天正年間に、里見吉寄から、 開発地の所役を免除され、江戸時代を通じてその権利が認められていた。江戸時代には、山林の使用をめぐって、高木領十二家村で、紛争が生じ、入会地を設定している。17世紀後半にはいた、倉重千の高木藩が置かれ、大和田村に、陣屋が築かれたとされるが、短期間で廃藩となった。1875年に、小佐ぬ木村、 北崎村が合併して、養老村が発足し、1876年に、宮原村、鴨村が合併して、高滝村が発足。1889年、町村正施行により、高滝村、養老村、本郷村、大和田村、久保村、外部、田村、駒込村、山口村、不入村が合併して、高滝村が発足した。 合併後の新村名については、高滝村、鴨村の二案が出て決めかね、軍長の判断を仰ぐ文書も残されているが、合併した諸村の内高滝村が最も著名で、あるとの理由で高滝村が選ばれた。1925年、小港鉄道線の後駅、里見駅が開通し、高滝駅が開業したに開業。1954年、 高滝村は廃止され、富山村、里見村、白鳥村と合併して、鴨村が発足した。なお、旧高、滝村の村域には高滝ダムがある。このダムは、養老川の内水と、上水道、農業用水取水のために設けられた千葉県営の多目的ダムで、村の廃止後の1958年に、ダム候補地の選定が行われ、110個の家屋移転などを経て、 1990年に完成した。ありがとうございます。